霧の文学の最高到達点、数多くの反響を呼んだ現代日本に投げかける衝撃作、バラか待望の文庫か。震災のため原発4基すべてが爆発したありえたかもしれない日本。警戒区域である老人が発見したのは、瓦礫の中で立ち尽くす一人の少女。彼女は一言、バラカとしか話さない。やがて少女に降りかかる数奇な運命がその後の世界を変えていく。彼女は最悪か、それとも神の恩寵か。圧倒的スケールで描かれるディストピア巨編、霧の夏を、バラカ、集英社文庫より好評発売中。